さんりゅうです。お願いします。本日は、これ多分ね、男性でも女性でも、ちょっと皆さんが欲しがるものをちょっと今回、もうどうにか妹に頼んでゲットしてきました。エルメスです。もうまだ開けてないんですよ。もうすっごい頼まれてて、半年前ぐらいから頼まれてて、どうにかしてくれと。んで、まあ正直な話、まあエルメスのお店何軒かちょっと知り合いがいて、まあ付き合いが長い人で、頼んでてもこれシェーヌ・ダンクルっていうものなんですけど、でこのシェーヌ・ダンクルが今日本で、まあそのサイズっていっぱいあるんですよ。多分4サイズぐらい、まああるんですよ。でサイズによってっていうのもあるかもしれないんですけど、本当に半年からもう2年待ちとか、もうそういうレベルなのこれ。それを、まあ、結局僕がこう2箇所頼んだ時に7番目とあと17番、まあ要は待ち17番目とかだったんで、早くても、まあ、大体1年ぐらい待ちますみたいな。さすがに1年待てないから、もう妹フランス住んでるし、でまあ、今妹が、まあ、日本に来てるんですけど、まあ、その妹に頼んでなんとかゲットしてもらいました。じゃあ開けますね。はい、プレゼント今ここで開けるんですね。もう開ける前にダメバレないでしょ。これです。なんだ。ああブレスレット。そうブレスレットなんですよ。こうに巻くやつね。こうへー、これがなんか要は日本ではあんま手に入らないらしくて、結局フランスでも手に入らない。でこれメンズでもレディースでもなんか人気があるって言ってて、で GM が一番人気って言ってたのかな。日本はなぜかって言ったらユニセックスで両方とも使えるから、メンズレディースと。んでこれもねすごく面白い話で、フランスと日本ってこう付け方がちょっと変わってて、日本ってちょっと大きめにつけるのがなんかいいらしいっていうか、こう好んでる人多くて、でフランスは逆にピチピチでつけるのがおしゃれらしいんですよ。なんか妹曰く。そうでこのサイズは MM です。でフランスは今 MM の方が人気です。フランスは。でこれ言っていいのかな、言っちゃおうか。まあフランスでもすごく手に入りにくくて、でフランスのその店員さん曰く、まあ今こうロシアとウクライナの戦争があるわけじゃないですか。でそれによってシルバーが要はフランスで今手に入りにくくて、もう生産がほぼ今ストップしてる状態なんですよ。多分日本ではみんな知らないから、もしかしたら日本で例えばあと、まあ、待ってる人、オーダー待ちしてる人はもっと時間かかる可能性もありますね。これはそう、もうシルバーが手に入らなくてもうなんか大変だみたいな。これも MM のこれ14か15コマかな、14か15なんですよ。これもフランス全土でもう1個しかないみたいな、もうそういうレベルらしくて、でフランスはとりあえず MM をピチピチの、まあそうなんですよ、ゆるい感じではめるんじゃなくてピッタシではめる方がおしゃれっていう風に言ってましたね、フランスでは。日本は結構みんななんかサイズをちょっとゆるくしてる人をよく見かけるけど、ね、そうそうそう。あと日本の定価が多分僕知らないんですけど、日本で買ってないんで。でもフランスは3ヶ月前と比べると、もともとこれ3ヶ月前は935ユーロぐらいだったんですよ。日本円でいくらですか。日本円で言うと計算しなくちゃいけないね。935×今だったら137ぐらい。うん、でも日本より多分2万ぐらい安いんですよ。日本の定価って多分 MM で16万5000円かそんぐらいなんですよね。だけど今の定価は分かんないです。なぜかというとフランスは3ヶ月前まで、じゃあ2ヶ月前か、1ヶ月か2ヶ月前に値上げしたんですよ。935ユーロから今 MM は990ユーロになってるんで、どんぐらいだ、60ユーロぐらい上がってるってことだよね。だから 60×140 だから、まあもう分かんない、7000円以上上がってんのかな。
そうだ、今後またそのなんていうの、シルバーが手に入らないから値上げするのか、まあちょっとストップするのかどうするのか分かんないんですけど、フランスでこういうの、これってフランスで作られてるので、フランスで作れなくなっちゃうと多分日本にこう送られてくる数が多分相当少なくなると思うんですよね。もっともっとみんな待っちゃうし、もっとプレミア価格になっちゃうかもしれないですよね。そうそうそう、そうだからたまたまね、ちょっと今回 YouTube でこれを出そうかなと思って。これはあれなんですか、人気なんですか、もともと。これね、シェーヌ・ダンクルっていうものは基本的にもう何十年前から人気で、で本当にここ2、3年前からまたブームになってるのかな。あ、だから今欲しいってなったの。そう、要はその、まあ、レトロじゃないけど昔からある、まあ、エルメスの定番のこう 銀のアクセサリーなんだけれども、うんうん、要はさ、あるじゃん、なんか10年、20年サークルでさ、こう、うん、ファッションのブームみたいな、ファッションがこう来るわけだから、うん、またこう上がってきたっていうところで、うん、そう。でも多分このサイズ選ぶ人って多分レディースが多いと思うんですよね。メンズでも例えば腕が細かったり、基本的にこの1個上の GM が一番人気って言ってた。でもフランスは MM の方が手に入らないって言ってた。フィルさんもヘルメスのアクセサリーをするんですか？あんましないかな。そうね、バッグとか。確かにバッグたくさん持ってますもんね。バッグとか小物とか、そういう小物は好きだけど、アクセサリーあんましないかな。俺どっちかって言ったら被るのがあんまり好きじゃないから、なるべく被らないようなものが。でもこう見るとさ、なんか欲しくなるよね。欲しくなりますね。そう、手に入らないって言うとさ、そうですね、自分用にしてもう半年後ぐらいまでちょっと待たせようかなみたいな。フィルさん、私7月31日誕生日でした。あ、じゃあこれあげよっか。はい怒られる、怒られるわ。今から丁寧にリボンし直すっていうことで。いや、もうどっかあれでしょ、今インターネットで載ってるでしょ、こうリボンの付け方みたいな。載ってるの？でもね、大体わかる。さっき見たからやり方。けどなんか嫌ですね。やめろよ。これってフランス語でマヨンって言うんだけど、この1個のやつ。わかる、うん、で、これが全部数えると何個あるのかで、14コマ、15コマとか、12コマ、あ、13コマとか、そういうのがあるんだけど、うん、このマヨンによってストックが多かったり少なかったりっていうのがあるんで、だから基本的にメンズサイズって多分 GM の10、わかんない、14とか15とか16になってくると、やっぱり人気があると、まあ、フランス行っても結構難しいかもしれないけど、あんま人気ないサイズだったりマヨンが少なかったり多かったりしてる方がもしかしたらゲットしやすいかもしれないし、まあおそらく日本よりかはゲットしやすくなってっていう感じです、今日は。はい、じゃあ、やせ、はい、ありがとうございます。じゃあ、今日はこの辺で。はい、じゃあ皆さん、失礼します。ありがとうございました。